皆さんこんにちは、早朝です。はい、夕方ですね。17時27分18メガです。ちょっと今声が朝とは違うでしょ。呼ばれまくってます。18メガです。すごく18メガ、非常にベランダアンテナ頑張ってくれてまして、よく見えます。先ほどからもうだいぶ呼ばれてますね。OH と、ON8BB さん、フランスの F6CAM、更新成立。あとイタリアですね。イタリアも呼ばれました。さあ、いろいろ曲も出てきてますね。1日目がこんな感じです。朝のリベンジというわけではないんですけども、朝は本当に全くと言ってスカですから、夕方ぐらいはヨーロッパをこのベランダアンテナで捕まえに行きたいと思います。さあ、じゃあ CQ を出してみましょうか。僕から CQ を出すなんて気持ちいいですね。はい、さあ18目が立て続けに3つ呼ばれたんですけれども、ほら来た、ポーランドです。さあ、ポーランド早速呼ばれてますよ。 SP7FFI、 カモンポーランド。ほら、これはもう朝はお見せすることができなかった。赤くなってます。呼ばれてますからね。夕方の18目がベランダアンテナでも、はい、はい、更新成立です。 SP7FFI、こちらからマイナス4、向こうはマイナス20でしたね。はい、OK。 はい、それじゃあこんな感じで、そして、ハムログの方に転送されてます。さあ、続けていこう。さあ、 CQ が出ております。ポーランド、フランス、ベルギー、イタリーと更新できてますね。ベランダの、エティエレメント、約2メーターちょっとの、エレメントに、導線を5、6メートルくっつけて、先っちょにね、オートアンテナチューナーで下げているっていう感じです。分単位で変わってきますね。来ました、インドネシアです。はい、アジアですけどもね、まあ、呼んでくれてありがとうございます。インドネシア、はい、 YB7 の方が呼んでくれ、次どんどんいきましょう。朝には味わえないこのスリリングな QSO のスピード感ですね。この後どこが来るか、起きたというところなんですけどね。 7K3 の曲がやってますね。はい、18メガではですね、結構もうね、実はヨーロッパの曲はねやってるんですよ。来ました、 UW2 ですね。 UW2、 ウクライナですね。ウクライナの曲来ましたね。ヤッホーですね。もう夕方、朝はもうね、いつもスカですけども、はい、セルジェイ V、 ヤボベンコさん、うすげえアンテナ。さあ、いかがでしょうか。おっち、はい、更新成立しましたね。これもう朝が嘘のように、はい、データ登録、ついでにこの方のアンテナを見ると、うわすげえ、うちのアンテナ見せたらビビっちゃうんじゃないですかね。この時間で、ワインを飲みながら FT8 やってます。いただきます。おお、どんどん来てますね。来ました、フランスです。もうヨーロッパもろのフランス来ました。 F8 ですね。マイナス11で読んでくれてますね。これもしかして、あれ、やば、送信してない。せっかくフランスが読んでくれたのに送信してない。ちょっと今遅れて送信しました。送信されてませんでした。ギャー、フランス待ってくれ、待ってくれよ。あ、違うとこでやってるよ。もう
遅かったで、こういうことあるんですよね、結構。まあいいか。はい。ボンジュールからちょっと見放されてしまいました。さあ次待ちましょう。ポーランド、ジャーマニー、香港と今見えてますね。さあ 18.100。 うん、ほら結構朝と違ってはっきりしてるでしょ。ポワーンとしてるのはね、はっきり帯が見えますよね。こういう時はね、呼ばれますよね。はい、調子こいで CQ 出します。もう朝は非常に弱い早朝ですので、夕方はビーランドアンテナでも強くなりたいと思ってます。これ初めて見る皆さん、後ほど朝の映像を見てみてください。しょんぼりした僕がいますので、夕方はもうリラックスして、はい、ワインを飲みながら FT8 さあ実況中継しております。です、もう一曲ぐらいやりたいね。映像に入ったのは、ね、数曲前、ECQ ですよ。ECQ ですよ。今、ヨーロッパは朝方でしょうね。のんびりと午前中、朝の DX をヨーロッパの皆さんやられてるのかもしれませんね。突然応答がなくなってしまいました。いいとこ見せたかったんだけどね。たまにはこのビニールアンテナでもここまでできるっていうことを、僕はね、やっぱりね、僕の使命はですね、アパマンハムがですね、 DX をができるということ。90年代にね、サテライトをやってましたけどね、まあ、それでもヨーロッパの曲とはたくさんできたんですけども、さらにもっと、おきたー来ました、 DL6CNG ジャーマニー、カモンジャーマニー、いいですね。ちょっと見てみましょう。いや、すげえアンテナ立ってるな、やばいな。はい、ありがとうございます。ちょっと待って、ほりほり的にですね、 JT アラートからJTADX を使って、今、無線を再開しまして、752曲目ということですね。ほとんど FT8 でですね。カモンヨーロッパ。僕がすごいと思うのは、やっぱりね、ベランダアンテナで相手に呼ばれるという、この FT8 でのね、おい、来た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 、はい、さらにジャーマニー、じゃあまた2じゃなくて、このジャーマニー来てます。親父が言い申し訳ない、はい、DL2 です。 UH さあマイナス18、弱すぎない、来たー、更新成立、へへー、やったね。どんな方かちょっと見とくか。あー、ドイツっぽい、ドイツのっちゃん、ありがとう。呼ばれます。呼ばれまくってます。ベランダアンテナですよ、皆さん。自信持ってください。ベランダアンテナですよ。ベランダアンテナですからね、これね。僕が CQ 出して、呼ばれまくってんですからね。考えられないでしょ。朝の斜め側は完全にダメですけどね。ベランダアンテナによって、このようにビッグ局と同じように CQ を出してこう呼ばれるっていうのは嬉しいなね。もうだからもう毎日ベランダを磨くような感じで、はい、こんな感じ。このアンテナちょっと今ね、手前にあるのは受信用のアンテナの呼ばれまくってます。このあっ、ちょっと DC8 の RA ですね、呼んでますね。DC8 の RA さん。はい、コーリング、コーリング。OK ですよ。どんな方？見てみましょう。あ、QSL カードが載ってますね。いやー、スリリングだわ。本当に。こんなことってなかなかないからね。
DXCWR にしてもなかなか本はもう絶滅でしょう、衛星はなんか昔のようなオスカー10とか13 の、 あの超楕円軌道のないからなんかこういまいちだしね。はい、さあこれいけるかな。あれまたやっちゃったかな、これ。あれ呼ばれてんのに、ごめんごめん、ちょっと遅かったかな、また送信してなかった。あー呼ばれたのに、今送信しました。マイナス13デシベル、お願い、今からでも成立してくれ。クラウスさん、クラウスレノンさん、なんか止まっちゃうの、違う人とやってんのかもしれないですね。まあ呼ばれたことには変わりはない。さあ CQ 出しまくります。あと10分ぐらいやりたいと思います。さあ CQ 出しまくりましょう。あ、別な人とやってた、ほら JJ1CWC さんとやってたから僕の方がちょっと後回しになったんで、とりあえず切れました。また呼ばれることを待ってます。時刻は17時50分ですね。9月20日17時50分 18.100 です。 CQ 出しております。はい、来た。おっと、もういきなり成立。 DC8RA、 先ほどの方です。やったー、 DC8RA、 OK、 ありがとう。ピッ、ログできました。そして、ハムログに入って OK。というわけで皆様、いかがだったでしょうか。このように、ベランダアンテナでもですね、18メガ、余裕で、ね、やることができるということをちょっとお見せできてよかったなと。ヨーロッパから呼ばれまくりました。さあ朝にはないこのハイテンション、いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ、DXO とアパマンハムの皆様、こんな感じで、ただのこれだけです、奥にあるあのエレメントに導線くっつけてるだけですからね。ぜひ皆さんも、DXO を楽しまれてはいかがでしょうか。はい、JJ1XTG 早朝がお送りしました。それではまた、さようなら。